こんばんは、しほです。マインドウェーブ様から9月の新作が届きました。今月はマステ、ステッカー、フレークシールなど盛りだくさんです。そして今月はタグコラを入れてくださってました。女の子とピンクカラーがとっても可愛いです。そして2期最後のアイテムとなります。ありがとうございます。活動月間が最終月なので、今月もう一本出す動画で少し思い出とか話したいと思います。それでは新作をご紹介していきます。まずはランポステッカーミニです。全6柄です。あのランポステッカーからミニサイズが出ました。一つ開封してみます。可愛かったステッカーがミニサイズでさらに可愛さが増しました。前回と同じ箔押しが施されています。透けないしっかりとした素材になっています。前回ステッカーだった柄が台紙のデザインになっていたりして、前回のランポステッカーも使いたくなります。このサイズになったことでちょこっとだけデコする方もさらに使いやすくなったんじゃないかなと思います。次はアンニュイステッカーです。全6柄です。マスキング素材のステッカーで箔押しが施されているのでキラキラです。シールの名前もまさにアンニュイな表情の女の子とぴったりです。そしてその女の子たちが好きそうなモチーフが細かい線で描かれています。このステッカーは大きめのピースもあって、アクセントになる柄も可愛いです。私は特にこの3つがお気に入りです。リボンや女の子たちの髪型などがすごく好きです。どの女の子が一番人気なのか気になります。3種類目はフワガーリーステッカーです。こちらも全6柄です。このステッカー本当にすごくガーリーな雰囲気で、絵本に出てくるイラストみたいな可愛さです。素材はトレーシングペーパーかと思います。硬くはないんですけど、マスキングほど柔らかくはない感じです。どのモチーフも細かいイラストです。本当に絵本みたいっていう表現が合ってると思うガーリーさです。どの動物もとにかくラブリーで、好きなモチーフやカラー、動物などどれで選ぶか迷うので、コンプ買いしたくなるタイプです。
新作シートステッカー、最後はセリーンストーリーステッカーです。こちらも全6柄です。素材はマット感のある透明ペットでした。このステッカー本当におしゃれですよね。このジニアのおめかしが特に可愛すぎて、逆にこうしばらく使わずに机に飾っておきたいくらいです。モノトーンなのでアンティーク感がさらに増しています。そのモノトーンのシールと重ね貼りしても可愛いピースもあります。そしてアイリスのお勉強のブルーはくすみカラーで特に綺麗なブルーでした。裏にもこんな感じで文があって、これが一人一人違うので、それを読むのもすごく楽しかったです。モノトーンなので何にでも合わせられておすすめです。次はフレークシールの紹介です。人気の網ステッカーに新柄が3種類登場しました。クラシカルガールはアンティークガールの続編と思います。今回も素材は上質紙でした。上質紙なら綺麗に剥がせて、剥がす時のストレスがないので、私的にこの大きさのシールだと私は上質紙が好きです。マスキングテープの紹介です。どれも幅15ミリの5メートル巻きのものです。では柄見ていきます。今回もすっごく使いやすそうな柄になっていました。特にこのブラウンの控えめな柄と夜空にも見える柄がとっても可愛いです。ずっと使えるなって思う柄ばかりでした。バインのリフィルに新作が出ました。4種類をそれぞれ開けてみます。まずはこのリフィルからです。薄いイエローで、罫線色は淡いピンクです。いつもの白い方眼リフィルと並べてみました。こうやって見ると色がかなり違います。クラフトリフィルと無地リフィルは文具女子博限定の時に買ったものと同じかなと思っています。イベントじゃなくても買えるようになって嬉しいです。そしてこちらのシールを開けて試してみます。閉じたいものに穴を開けずにバインに閉じれるアイテムとなっています。
ちら16個入っていました。透明のスリーブケースに使うのもおすすめってことだったので、これをやってみます。特に重さもないので一つでつけます。重いものなら上下に2つつければ安定します。このサンリオのブックマークも入れてみます。スムーズに動くし、取れそうな感じも全然ありません。これをもう少し上に移動してつけると、バインからシナモがひょっこりして可愛いです。また別の使い方もしてみようと思います。以上が9月新作アイテムでした。シートステッカー24枚、フレークシール、マステ6本、リフィルと盛りだくさんでした。こちらのアイテムは店頭の他にマインドウェーブ様のオンラインストアでも購入できますので、ぜひチェックしてください。
Thank you.